あれで、まあ、ダッシュショット実践的な決め方ありますね。まあ、例えば相手が亀になった時、亀になった時にこういきなり亀になった時にいきなりこの形に来るの実践はかなり難しいんで、まあ、まずこう、まあ、同じようにこう脇の下から入れていって、こうですね、相手の肩に手の甲が当たる、力が当たるように。で、一回こうサムレスグリップで作りますね。で、作ったら、こっからこう、まあ、手が長いと持っていってもいいんですけど、これ難しいんで、一回相手転がします。このまま相手の頭をこう上からこう、ギロチン落とすみたいな。曲げさせて、で、右脇はこう大きく開けていく。そうすると、あれをコロンと転がすことができる。そしたら、ここでまたいきなり組むんじゃなくて、ちょっとこう深く入れるように、こういう。そうですね。そうしていって、左腕をこう流していって、こうですね、さっきやった同じ、直フィーバーの感じ。で、決めるときは、正座で、膝、両膝つくんじゃなくて、膝を浮かして、こういう感じですね。バーディーするように。相手のこの首に体重かけるようにして、さっきと同じように脇締めながら、こうひねっていって。それで決めていきます。まあ、例えばこう、まあ、横こうバブった状態で、からこう、サングリスクリップ。で、転がして、ね、ここで組みに行くと、クラッチが緩くなるんで、こうですね、相手の頭を丸めさせながら、深く入れて、それでスライドしてきて、で、両膝つけずにバービーして、まあ、ゆっくり切っていく。こういう感じで切ります。